激怒、ふざけるなよ。石破首相、衆院選で与党過半数割れでも続投を明言。自民党内で強まる石破おろし。奈良2区、高市早苗氏、固い表情で決意表明。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ただいまの時間、日付が変わりまして28日、深夜1時を過ぎていますが、続々と衆議院選挙、開票結果が報道されていますが、またこの結果についての論評は龍之介ライブでご視聴者の皆さんと共有していきたいと思いますが、今回タイトルに入れましたのが激怒、ふざけるなですよ。まさしくこの言葉通りです。石破首相、衆院選で与党過半数割れでも続投を明言。政策実現へ努力を最大限。産経や日テレが報じていましたが、石破茂首相自民党総裁は27日のテレビ朝日番組で、衆院選で与党が過半数割れとなった場合も続投するかを問われ、そういうことだと述べ、今後も政権運営を担う考えを示した。石破氏は私どもとして、これから先に何をやりたいのかは、選挙の時に申し上げてきた。今回政治と金で厳しいご審判を受けたが、これから先にどうやって政策を実現するのか、努力を最大限していかなければならないと述べた。ただ同日のフジテレビ番組では、自らの進退について最後まで、票が空いていない段階でそういうことを口にすべきではと全く思わないと述べるにとどめた。自民の敗因に関しては、いわゆる政治と金の問題で全くご理解を得られなかった。外交安全保障や社会保障、農業政策など個々の論点に議論がいかず、政治と金に議論が集中したとかだった。いかがですか？総理の座に居座るつもりなのでしょうか？石破内閣当初から2000年以降の内閣で最低支持率を更新し、しかも不記載問題、いわゆる裏金を問題化し持ち出し、今回の衆議院選挙で再燃させたのは石破茂氏、と言っても過言ではありません。今回の衆議院選挙、各野党候補者は裏金を連呼し、そこには日本国民のための政策を訴える場面は、ほんとごくわずかしかありませんでした。自民党が惨敗を喫したのは、他の野党の頑張りではなく、自民党執行部の責任でしょう。そしてこれを受け、引責辞任するのは当たり前の話ですが、石破茂氏は衆院選で与党が過半数割れとなった場合も、続投するかを問われ、そういうことだと述べ、今後も政権運営を担う考えを示しています。今回の衆院選、政治と金で逆風となっている自民党と公明党の与党が、非公認となった全議員らを含めて、定数465議席の過半数となる233議席を確保できるかが焦点となっていましたが、現時点では233議席のうち、どこまで票を伸ばせるかになっています。驚くのは立憲民主党の伸びです。先ほども触れましたが、立憲民主党の候補者、特に応援演説に駆けずり回った野田佳彦代表に至っては、政策そっちのけで裏金ガーを連呼。政権交代こそが政治改革だと、わけのわからんことを発信。よく皆さん考えてみてください。なんで政権交代が政治改革なのか。我々国民が願っているのは、今よりも少しでも暮らしに余裕が欲しい、ということなのではないでしょうか。そして安全保障の問題もしかり、日本国内に外国人が増え続け治安は悪化、さらに言えば外国人犯罪の不起訴、あまりにも多すぎる司法の問題、いくらでも日本人、日本国民のための改革をせねばならないことは山ほどあるのに、衆院選の争点は裏金ガーでした。もちろんこの問題、正さねばなりません。しかしそこが争点であってはいいはずないのです。しかも冒頭にも触れました通り、石破茂氏はこの後に及んでも今後も政権運営を担う考えを示しています。ご視聴いただいています皆様はどうお感じになられますか？まさにふざけるなでしょう。今回の衆院選では、岸田文雄首相による約3年間の政権運営に対し、有権者が評価を下した。そして石破茂氏を総理総裁に選んだ自民党に対しての審判です。衆院選後は、
また大波乱。石破卸が加速し、我々国民に直結する政策は議論されず、空白が生まれていきます。高市早苗さんを支持した議員たちも苦戦を強いられ、落選した議員も多くいますが、例えば高取修一議員、彼のような愚骨で真に日本のことを考えている議員が落選し、どうでもよい能天気な議員が今回の裏金側の連呼で当選する、異常な事態です。衆院7県2区は自民党前職の高市早苗氏が圧倒的な知名度を武器に10選を確実にした。9月に行われた総裁選の決選投票では、わずかの差で石破茂首相に敗れたものの、党内で強い存在感を示した。選挙期間中は各地で応援演説したため、ほとんど地元入りはできなかったが、日本列島を強く豊かにと訴え、幅広い層の支持を集めた。奈良県斑鳩町の選挙事務所では、支持者らが集まる中、当選確実の一報が入ると、祝福ムードに包まれた。事務所に姿を見せた高市氏は、自民の苦戦が伝えられる中、硬い表情で壇上に立った。本人は万歳せず、党関係者や県内の首長らが万歳して祝福。高市氏は訴えてきた政策を一つでも実現できるように、精一杯働かせていただくと挨拶した。いかがですか？高市さんの硬い表情の裏には、同志議員の落選を見にしていたからでしょう。最後に、普通に考えれば石破茂氏の退陣は当たり前のことです。石破首相は勝敗ラインを自公与党で過半数維持としてきた。それが達成できなければ退陣は確実だ。自民党の単独過半数割れでも、夏の参院選を意識して自民党内で石破卸しが強まるだろう。旧安倍派議員を中心に石破首相への怨嗟の声は選挙前から噴出していた。両院議員総会で怒号が飛び交うシーンもありそうだ。石破首相退陣となれば、次は誰が総裁になるのか。有力者は高市早苗経済安保省だ。何といっても自民党総裁選で石破氏と決選投票を戦った実績は無視できない。一部には岸田文雄前首相の再登板や林芳正官房長官などを推す動きもあるようだが、ここで高市氏を外すようなら、それこそ自民党は多くの党員や国民から見放されるに違いない。ジャーナリストの長谷川氏はこう指摘しています。さらに高市政権が誕生したとして、少数与党転落、あるいはギリギリ過半数維持では、前途は楽観できない。彼女が真っ先に手掛けなければならないのは、野党の取り組みだ。だが、有力相手と想定される国民民主党の玉木雄一郎代表は22日、連立に加わる可能性についてありませんと明言しています。国民民主党は躍進が見込まれ、勢いづいているだけに選挙後に態度を変える可能性は小さい。選挙に勝って豹変すれば、自民党の延命に手を貸すのかと支持者の批判を浴びるのは必須だからだ。いかがですか？玉木さんはどう出るか注目です。さて、今回の動画ご視聴いただきました皆様、いかが思われましたでしょうか？ぜひご意見コメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。